こういうところで頑張っているブロッコリーを見ると彼らが何を考えているか大体わかるんですね、詳しくは言いませんが僕にはわかるんです。ですから頭を撫でてあげます。例えばサラダお酢でいただきます。ミツカンス。